県によりますと昨日午後新富町の採卵用の養鶏場でニワトリ32羽が死んでいると通報がありその後の遺伝子検査の結果高病原性の可能性が高い H5 亜型の鳥インフルエンザウイルスが確認されましたこれを受け県は自衛隊に災害派遣を要請した上できょう午前7時から このの養鶏場で飼育されている鶏およそ24万羽の殺処分を始めました。今回発生した養鶏場は新富町で先月31日に発生した県内10例目の農場からおよそ500メートルの位置にあり移動制限区域と搬出制限区域を合わせた半径10キロ以内では105の農場およそ510万羽のニワトリが飼育されています。 鶏24万羽を飼育する農場での発生は県内過去最多の規模で県内の養鶏場で鳥インフルエンザが確認されたのは今シーズン11例目となります。